ジョージア植民地は、イギリス領北、アメリカにおける南部植民地の一つである。後に、アメリカ合衆国になったイギリスによって設立された13、植民地の中では、最後のものだった。当初の直挙では細い帯の領地が、太平洋まで伸びていた。植民地の設立直挙は1732年4月21日に、イギリスをジョージ2世からジェームス・オブル・ソープに与えられ、 ジョージ2世にちなんで名前が付けられた。オグルソープは大変厳格な法律を作ったので多くの植民地人は同意できなかった。オグルソープはこの植民地をイギリス人債務者と価値のある貧者が再出発する場所として考えていたが債務者や受刑者はジョージアの組織化された開拓者の一部にはならなかった。植民地を設立するもう一つの動機は スペイン領フロリダからイギリス領南部植民地を守るための干渉地あるいは守備地とすることだった。また、サウスカロライナから自由を求めてフロリダに逃亡する奴隷をここで止める目的もあった。オグルソープは国境を守ることのできるしたたかな農夫が入植することを想定し、このために植民地直居では奴隷制を禁止していた。 1733年2月12日、オグルソープは最初の開拓者たちを伴って山黒ブラフに到着し、ここが後にサバンナ市になった。この日は今でもジョージアの日として祝われている。先住民族の山黒族の集落がこの地域にあったが、オグルソープが先住民族の立ちのきを調整した。ジョージア植民地設立の目的は、 債務者に安全な住処を提供することだったが、この目的が充足されることはなく、当初の開拓者、男女子ども合わせて116人が選ばれたが、この中には債務者や受刑者は含まれていなかった。当初の直居は植民地の領土としてサバンナ川とアルタマハ川の間の地域を上流水源まで伸ばし、さらに海から海まで西方に伸びていた。 この直居に含まれた地域はもともとカロライナ植民地の直居の一部であり、ジョージアとの関係は密接だった。サウスカロライナはこの地域の支配権を得ることはなかったが、ヤマシー戦争の後で敗北したヤマシー族の少数の集落を除き、ジョージア海岸からインディアンが消えた。残ったヤマシー族はフロリダで依然敵対的であるヤマシー族やクリーク族と区別するために、 山黒族と呼ばれるようになった。イギリス枢密院が1732年6月9日に直居を完成させ、次の20年間は議会からの毎年の交付金によって、新宅委員会が植民地を統治した。しかし、多くの問題点やオグルソープが植民地を離れたこともあって、新宅委員会では両種植民地を運営できないことがわかり、 直居が切れる1年前の1752年6月23日、植民地を王室に戻す譲渡証書を発行した。1755年1月7日、ジョージアは正式に新宅植民地であることを止め、王室領植民地となった。1732年から1758年、小さな地方区分として、地区と町があった。1758年、 ジョージア植民地は8つの軍に分割され、1765年にはさらに4軍が追加された。1777年、ジョージア国として最初の8軍が創設された。実際のところ、植民地の開拓はサバンナ川周辺地域に限られていた。植民地西部はアメリカ独立戦争の後までクリーク族インディアンによって支配されたままだった。 当初から植民地開拓はゆるりとした速度で始まった。オグルソープは種類を許さず、植民地人は200エーカー以上の土地を持つことを許されなかった。人々が不満を抱くようになったので、オグルソープは最終的に規則を曲げ、植民地の成長速度が早まることになった。奴隷制は1749年から認められた。内部では、 特にスコットランドからの開拓者の間に反対があった。しかし、独立戦争の頃までに奴隷制に関してジョージアは南部の他の地域と同じような状態になった。1802年、ジョージア州はその西部領土を連邦議会に譲渡した。この領土はミシシッピ順州となり、さらに後にアラバマ州とミシシッピ州になった。ありがとうございます。